サトンユナイテッドフットボールクラブはイングランド、ロンドン南部、サットンを本拠地とするサッカークラブチームである。2021から2022シーズンはエフルリーグに所属。サットンは最初、ローカルリーグに所属していた。1921年にアセニアンリーグ、1964年からはイスミアンリーグに参戦した。 1986年にナショナルリーグに昇格した。1998から1999シーズンに再昇格を果たしたが、1年で降格となった。その後、2004年に創立され、新たに6部相当のカテゴリーとなった、ナショナルリーグサウスに創立年から参戦した。2015から2016シーズンに、 ナショナルリーグサウスを優勝して、ナショナルリーグへの昇格を果たした。2020から2021シーズン、サットンは、快進撃を見せ、ナショナルリーグ優勝を果たした。これにより、クラブ創立123年目にして、初のエフル昇格が実現した。サットンは、複数のカップ戦で結果を残している。前のウェンブリースタジアムで、FA アマチュアカップの決勝を二度、 1981年には FA トロフィーの決勝を戦った。また、1979年にはアングロイコールイタリアンカップで優勝した。しかし、サットンは FA カップのジャイアントキリングの業績が最も有名である。1888から1889シーズンの FA カップの3回戦では、当時一部で多くのスター選手がプレーしていて、 前年の FA カップを制していたコベントリーシティを2から1で破った。2016から2017シーズンの FA カップでは、チェルトナム、AFC ウィンブルドン、リーズという上位カテゴリーの3チームを撃破し、クラブ史上初めて5回戦に進出した。1898年3月5日、サットンギルドローバーズ FC とサットンアソシエーション FC が、 ロビンフッドホテルでの会合で合併に合意し、クラブが結成された。クラブは、クラップハムリーグなどのジュニアリーグの成績から地元で評判になった。1910年には、シニアチームになることを決め、サザンサバーバンリーグに参加すると、初出場で優勝した。この間チームはいくつかのグラウンドを転々としていた。 第一次世界大戦後、現在のスタジアムに活動場所を移してからは、このスタジアムを使用している。1921年、サットンはアセニアンリーグに参入することになった。チームは上位に食い込むことができず1926年には、再開となったが、リーグから外れることはなかった。1928年に、チームは初めてアセニアンリーグで優勝した。また、 1929年と1937年の FA アマチュアカップで2度準決勝に進出した。第二次世界大戦中、サットンは小規模ながらもサッカーを続けた。戦争中、アセニアンリーグは中断されていたため、組織的な大会はほとんどなかったが、時々開かれた大会でサットンは結果を残した。 終戦を迎えリーグが再開された1945から46シーズンは、チャーリー・ボーンの42ゴールという活躍もあり、サットンが優勝した。またこの年のサリー・シニアカップで、初めて優勝し、FA カップ1回戦に進出した。1950年代、サットンは、大会ではほとんど成功を収めることができなかったが、ピッチ外でのチームは進歩していたと言える。 当時としては珍しく資産が有限会社に移された。またメインスタンドが建設され、現在では700人以上の観客を収容している。ジョージ・スミスが監督に就任してからは、1958年にアセニアンリーグで3度目の優勝を果たし、ロンドンシニアカップでも初めて優勝するなど結果を残した。校長は60年代に入っても続き、指導官の下でサットンは、 結果を積み重ねた。1963年に、クラブは FA アマチュアカップで決勝まで勝ち進んだが、ウィンブルドン FC に4-2で敗れた。サットにより、上のカテゴリーのチームに勝利した試合の相手チームの、背景は黄色になっている。5回戦サットンは、1945年以降の FA カップで、ナショナルリーグ以下のカテゴリーに属するチームが5回戦に、 到達した9チーム目のチームになった。4回戦サットンは今までに3度4回戦に進出した。この同時ナショナルリーグで16位にいたサットンがチャンピオンシップで4位にいたリーズを破った。ドンレビーが率いる当時一部所属のリーズユナイテッドと14000人が入ったサットンのホームで対戦した。サットンユナイテッドの主なライバルはブロムリー FC。 カンシャルトンアスレティック FC、AFC ウィンブルドン、キングストニアン FC、トゥーティングミッチャム FC である。最大のライバルは、同じサットンクを本拠地とする、カンシャルトンアスレティック FC である。両チームは、アセニアンリーグ、イスミアンリーグ、ナショナルリーグサウスや、12のカップ戦で対戦している。対戦は大抵、ボクシングデーや、1月1日や、 その他のバンクホリデーに行われることが多い。サットンの方が対戦成績で上回っており、2011年8月時点でサットンの72勝28分33敗である。総得点でも283から173でサットンが上回っている。最後の対戦は2011年7月の H&A 方式の親善試合であり、 サットンが合計スコア3から1で勝利した。AFC ウィンブルドンと同じリーグに属したことはない。しかし、本拠地が地理的に近いことからフレンドリーダービーが行われている。2016から17シーズンの FA カップの3回戦でこの対戦カードが組まれ、2017年1月7日にサットンのホームで行われた。その試合は0から0の スコアレスドローで終了した。再試合は1月17日にウィンブルドンのホームで行われ、3から1で勝利した。この結果、サットンは1989年ぶりに FA カップ4回戦への進出を決めた。ありがとうございます。